吉田さん、借金まみれの麻雀屋の親父がネットビジネスに飛び込んで、わずか3年で1億稼いで、一戸建てを一括で買ってね、そこに人を招いたり、吉田さんほか何人かの方をね、止めて、そして子供まで生まれて、なのにこうやって毎日ね、ブラブラしてると。で、畳みかけるように車をバシバシ買って、これでも買ってぐらいね、稼いでますよっていうアピールをしてるつもりなんですけども、アピールというかね、自然体でやってるんですけども、まあでもね、信じない方いると思います。そういうことじゃないと思うんですよ。やっぱ中にはね、目に見えるものしか信じないって方もいますけども、じゃあ喜びとか悲しみって目に見えないですけども信じてますよねとかね、それとか勇気とか、それとか根性とかってやっぱあるじゃないですか。あとは運ってのは結局人はね言うんですよ、運が悪かったって。いや、運って見えないでしょ、何言ってんのって話なんですよ。だから結局自分の結論はすでに出ていて、そこに都合よく現実を取り入れたり否定したりってことを繰り返してるだけなんでしょうね。確かにね、ネットビジネスやったからって稼げる人ばっかりじゃないですよ。でもどこにいたって稼げる人ばっかりじゃないじゃないですか。で、ネットビジネス以外で稼げなかったわけなんで、新しい分野ネットビジネスに入って、まあ一か八か挑戦するしかないと思うんですよ。でもその一か八かの挑戦ではあるんだけども、成功するための確率を上げるためにやることっていうのは地道な現実の積み重ねなんですよね。そこにはリアルしかないわけなんですよ。まさにね、ジョギングした分だけスタミナがついて、スタミナがついた分だけリングの上に立っていられるってことなのかなと思うんですけどね、まあ、その上で運がどう絡んでいくか。でも運っていうのも自分の積み上げた上にしか存在しないと思うんですけどね。いってらっしゃい。